さあお待たせいたしました。今日の名イベントですね、 WBC 世界ウェルター級のタイトルマッチ、オスカー・デラホーヤ対ウィルフレド・リベラの一戦です。まあ、デラホーヤがあのパーネル・ウィティカーから奪いましたタイトル、それが今日が3度目の防衛戦ということになります。対戦者はそのパーネル・ウィティカーを2度にわたって苦しめました。決して侮れない相手であります、ウィルフレド・リベラ。これは浜さん、はい、今言いましたようにデラホーヤとしては要注意ですね。本人も言ってるんですけどもね、まあ、相手が相手だけにですね、やっぱりパワーで、押し切れないとノックアウトできない選手もあるし、ただ、はい、ちょっと気を緩めたらすぐってきますからね、そういったところでウィテカーは大苦戦しましたよね。あのウィテカーが大苦戦するっていうのは本当にとんでもない選手と言っていいと思いますよ。香川さんはどうご覧になってます？わーわーね、いつもご覧になって、前回の試合もご覧になったと思いますけど、全部見てます、はい、ありがとうございます、どんな印象を持ってます？この、まあ、変則と言われてますよね、リベラはね。そうですね、僕は逆に変則というよりも、はい、正統派でアップライトに構えてジャブを打って着実に打っていく選手というイメージがどっちかというとあるんですけれど、ただウィテカーとやった試合では変則にならざるを得なかったんじゃないかと。そういう意味ではウィテカーが変則的なリズムを持っているんで、そういうふうに急場しのぎの戦い方だったんじゃないかなと思うんですけどね、はい。さあそれではですね、まずチャンピオンのデラホーヤのプロフィールからご紹介したいと思います。安瀬さんです。はい、ご紹介しましょう。今日のメインイベント、どんな結末が待っているんでしょうか。チャンピオンは今世紀最後のスーパースター、ゴールデンボーイオスカー・デラホーヤです。アメリカロサンゼルス出身の24歳、92年にバルセロナオリンピックライト級でアメリカに唯一の金メダルをもたらした後プロデビューしています。94年3月に WBO 世界ジュニアライト級タイトルを獲得したのを皮切りに WBO のライト級、そして96年にはあのメキシコの英雄フリオセサール・チャベスに4回 TKO 勝ちし WBC 世界ジュニアウェルター級タイトルを、そして今年4月にパーネル・ウィテカーから WBC 世界ウェルター級タイトルを奪い4階級制覇を成し遂げています。そして9月にはヘクター・カマチョを12回判定で下し防衛に成功、今回が3度目の防衛戦となります。戦績は26戦全勝、26勝のうち21の KO 勝ちがあります。はい、改めてプロフィールご紹介しました。浜さん、今のまあプロフィールでですね、最近は4戦 1KO なんですね。よくずっと KO を続けていた人気者なんですけれども、ただやっぱり相手が違ってきましたからね、それだけやっぱりデラホーヤ対策としてみんな研究してきたしですね、はい、それはやりにくいですよ、はい、さあそれでは対戦者ご紹介しましょう。プエルトリカンですね、プエルトリコの U、ウィルフレド・リベラのプロフィールもお願いします。はい、挑戦者をご紹介しましょう。挑戦者は変則的なスイッチヒッターです、ウィルフレド・リベラ。プエルトリコ・リオ・ピエドラス出身の28歳です。88年にプロデビュー、93年には元 WBC 世界ジュニアウェルター級チャンピオンロニー・スミスに10回判定勝ちしています。96年4月にパーネル・ウィテカーの持つ WBC 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが惜しくも12回判定負け、9月に再挑戦しますがこちらも12回判定負け。しかしウィテカーを2度にわたって苦しめたことで実力を証明したリベラ、今年9月に行われました試合ではマーク・ハモン相手に初回 KO 勝ちしています。戦績は30戦27勝2敗1引き分け、27勝のうち18の KO 勝ちがあります。はい、ということなんですが、この挑戦者、先ほど香川さんはどちらかというと、まあ、正統派に近いんじゃないかという捉え方されてましたけどね、むしろディフェンスに回った時のうまみの方が目についちゃうって感じですかね。浜さんはどう捉えてますか。はい、変則というふうなよく言い方しますけど、はい、相手がやりにくい方に持っていく選手なんですね、攻撃する派手さっていうのは少ないんですけどね、ただ本当に相手からは相手の力を出させない、そういったうまさある選手ですね。現在のランキングで言いますとウェルター級の4位なんですが、デラホーヤかなり、最近のコメントを聞きますとこの選手注意を払っているという感じがいたします。危険な戦いになるだろうともこのように言っています。さあそれではですね、最近の戦いぶりをまとめたものがありますのでそれをご覧いただきたいと思います。ここでウィティカーをですね、これ両選手が共に戦っているんですがウィティカーを軸にした VTR です。それをご覧いただきましょう、どうぞ。まずは WBC 世界ウェルター級のタイトルマッチ、パーネル・ウィティカー対オスカー・デラホーヤです。この時のチャンピオンはパーネル・ウィティカー。これでデラホーヤがこのクラスのタイトルをゲットしました。赤のトランクスがデラホーヤです。
浜さん、この試合はどうでした、はい、うん、この試合は私は逆にデラホヤがガチガチに硬いなという感じしましたけどね。あ、まあ、ポイントもあこれだったら割れてるだろうなとは思いましたけど、まあ、そうでもなかったですけどね。3対0だったんですけどもね。まあ、しかし一戦ごとにいろいろなタイプの選手でありまして強さを発揮しています、デラホヤ。この名人とまで言いましたディフェンスの名手、このパーネル・ウィティカーを攻略しています。香川さん、この試合覚えてます？はい。ですね、あのなんていうのかな、ウィティカーが完全なもうヒールみたいな悪役で、うん、デラホヤが善玉っていうなんか雰囲気がすごいあったのを覚えてますね、はいはい、それがまあジャッジに反映したかなっていう気はするんですが、ただ最も最近の中ではデラホイは最も苦戦した試合の一つだと思います。そうですね。ただやっぱりウィテカ相手に3ゼロで勝つということはもうほとんどすごい力がなきゃできませんから ね、ダウン取られましたからね、今もちょっと不運でしたけどね、はい。まあ、初めてご覧いただく方も今日はいらっしゃるかと思いますが、このウィテカーはご覧のようにまあノーガードを取ったりいろいろな トリッキーな動きをする選手です。相手にパンチを許さないという選手ですが、判定でこれでカノスグラスのタイトルを手に入れました。びっくりした顔してましたね、ウィテカーが。本気でそう思ってたんでしょうかね。多分自分が勝ったと思ってるんじゃないですか。私はそう見ますけどね。やってらんないよというパーネル・ウィテカー。ボクシングの採点の一番基準の難しいところを疲れちゃった試合ですよね、この試合は。さあ、そして時間はちょっと遡ります。96年の4月に行われました、今度はウィテカー対リベラの試合です。この試合がですね、ウィテカーが大苦戦します。これ第1戦の方ですね。そうですね、うん、バッティング、この浜さん出血がねあったんですよね。まあそれでも浮いてか最後まで自分のペースに持ち込めなかったと言っていいんじゃないですかね、この試合は。この頃の浮いてかは昔のアウトボクシングスタイルよりもこう打ち込んでいくスタイルに変わってきてましたからね。この試合は結局12ラウンドまで行きまして、スプリットデシジョン2対1で、浮いてかが、まあ、薄氷を踏む思いで勝っています。これはですね、リベラのトレーナーが言ってたんですけども、まあ、確かにウィテカーは歴史に残る素晴らしい選手の一人だ、打ちづらい素晴らしいディフェンスだ、だけどもそのウィテカーをダウンさせたことがあるんだ、しかもデラホーよりも多くウィテカーを打ち込んだじゃないかと、このように、まあ、リベラサイドのトレーナーは言ってます。まあ、ウィテカーを軸に考えると確かにそうなのかもしれませんが、スプリットデシジョン2対1、この時はまだウィテカーが防衛を続けていた時です。2対1、スプリットデシジョン、これは物議を醸しました。で、この再戦が生まれています。第2戦、同じ年の9月の20日、96年です。ウィテカー対リベラの第2戦です。さあ、浜さん、この第2戦の方はどうでした？この第2戦はウィテカー何回やるだろうと思いましたけど ねやっぱり2戦ともウィテカーからすると大苦戦ですよね。確かに今ダイジェストでご覧いただいているとリベラの方はおっと、これダウンです。トリッキーっていう感じのシーンはあまり出てきてません。それ以上にウィテカーの動きのが目立つぐらいです。ウィテカーアイダウンが多いんですよね、これダウン取り返すんですよね。ダウンの応酬があります。いいカウンターです。まあ、リベラはですね、勝ちに行ったわけですよね、はい。だから、まあ、そうやって真正面からのパンチ食ってしまったわけですけどね。まあ、リベラはこのウィテカーに、判定で2敗を喫していますが、プロのキャリアで負けたのはその2つだけ、ウィテカーにしか負けておりません。まあ、デラホーヤがウィテカーからタイトルを取るちょうど1年前にリベラはウィテカーのタイトル奪取に失敗しております。まあ、両者の戦いぶりをウィテカーを挟んでご覧いただきました。
浜さん、どんな今の VTR で印象ですか？ウイテガを確かに中心にするとですね、デラホーヤよりも確かにリベラの方がウイテガに打ち込んだなって感じが起きますね。そうするとやっぱり、このリベラ相当に実力があると言っていいんじゃないですか。香川さん、デラホーヤはですね、リベラは本当にヘビーヒッターだっていうコメントしてるんです、自信を彼は持ってるし、サウスポーにああ言ってスイッチするじゃないか、だからやりづらい相手なんだと、言っています。そして相手はかなり打たれづらい、いいチンを顎を打ってるって言ってますけども、かなり耐久力ある選手だと思いますね、リベラっていうのは。でやっぱりウイテカーに対してあれだけできるってことは相当、潜在能力がないとできないと思うんで。そうでしょうね。さあ、それではここでですね、昨日行われました両者の計量をご覧いただきたいと思います。そのシーンです。今アナウンスメントをしているのが、トップランク者のボブ・アラムさんです。さあ、まず挑戦者からこのスケール測りに乗ります。ウィルフレド・リベラ147パウンドでした。浜さん、どうですか、この体つき見て。締まってて普段の調子で上がってきてると思うんですね。はい、リミットです。 66.6kg、ナチュラルなウェイトウェイトって感じですよね。そうですね。さあ、そして人気者オスカー・デラホーヤです。この若さで4つ世界タイトル取ってきたわけですよね。すごいですよね。24で、こちらも147パウンドリミットです。 66.6kg。 リミットいっぱいといってもズボンなんですかね、あれ、なんていうんですか、ちょっとね、中ズボン履いたまんまですから、まあ余裕あったんでしょうね。でしょうね。両者の身長、体重、それからリーチご覧いただきましょう。ご覧のようになっています。身長差は1センチですね、デラホーヤが上回っています。体重は一緒、それからリーチは5センチデラホーヤが勝っています。戦績は一番下。浜さん、この数字からはどんなことが言えますか。数字からほとんど変わらないと思うんですね。変わるのはやっぱり戦績のデラホーヤのノカト率かなというふうに思いますね。という両者の比較でありますけれども、さて、ここでいつものようにですね、ファイトマネーご紹介しておきたいと思いますが、デラホーヤが6ミリオンダラーですから、600万ドル、今130円かけましょうか、7億8000万円、終了級にしてはすごい値段がついてますね。これですね、挑戦者がですね、37万5000ドルですから4875万円、これ16倍差がついてるんですよ。まあ、これは知名度で、そうですね、デラホーヤ時代を担う本当スーパースターですからね。そうですね。さあ、どういう試合が展開されるんでしょうか。それでは早速会場にご案内したいと思います。 WBC 世界ウェルター級のタイトルマッチご覧いただきましょう。アメリカはニュージャージー州アトランティックシティにありますコンベンションホール、名イベントです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、オスカー・デラホーヤ対ウィルフレド・リベラの一戦です。オスカー・デラホーヤ、このタイトル3度目の防衛戦、そしてリベラは3度目の世界挑戦ということになります。白い純白このガンを放りまして、オスカー・デラホーヤリングに向かっていきます。26戦全勝 21KO4 階級制覇のチャンピオンです。浜田さん、先ほど、控え室の表情を見ましたけれども、普通の表情だというお話しましたが、かなり引き締まりましたね。まあそうなって当たり前ですけども、当たり前なんですけどね、やっぱり試合する表情に変わってきましたね。しかし、あのままニコニコして出られたんじゃですね、お客さんも納得しないと思いますよ。まあホリフィールドのようにね、歌いながら出てくるというね、ホリフィールドの場合は自分の闘争心を盛り上げながらという独特なやり方ではありますね。ご覧のようにデラホーヤを応援するファンの姿が目立ちます。いい顔してますよね。そうですね。だからこのワウワウをご覧の日本の皆さんにはこの名前は絶対覚えていただきたいですよ ね。オスカー・デラホーヤという名前も近い将来日本で見られる可能性が高いわけですからね。噂はかなりありますからね。ありますからね。さあ、ただこのデラホーヤに一つ、まあ黒い雲といいましょうか、暗雲が立ち込めているとすれば、エマニュエル・スチュアード、あの名参謀が、今回は離れているということですね。浜田さん、どうやら陣営と、ね、うまくいかなかったようで、たもとを分かちました。その場合にですね、
一言喋れなくても選手の状況を分かるトレーナーというのはやっぱり必要なんですよね、そのトレーナーがいないということになった場合に、一方的な試合内容だったら関係ないんですよ、はい、これ苦戦した場合の問題ですね。苦戦した場合は相当な違いが出ますよ。チーフトレーナーはアルカザールになっています。これはもうトラフォーヤとずっと共にしてきた選手、トレーナーであります。アマチュア時代から支えてきたトレーナーです。そうですね、そしてそれに加えましてベテラン、ジル・クランシーさんを ねテレビのコメンテーターとして引退してた人を引っ張り出してアドバイザーにしたみたいですね。60年代に活躍された方ですよね。そうですね、エミール・グリフィス元チャンピオンのトレーナーをされてた方ですけれども、ウェルターとミドルの2階級のチャンピオンになっています。グリフィスを育てました。フォアマンにもついたことがあるらしいですね。そうみたいですね。さあその辺の、まあ、陣営が変わったことでチャンピオンどういう影響が出ますか、この試合。逆に言えばそのぐらいしかデラホーヤに弱みがないっていうぐらいデラホーヤは強いって認めてるってことなんですね。さあマイケル・バスターのリングアナウンスです。Your undisputed, undefeated king of beers, Budweiser. This Bud's for you. Present the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBC Welterweight Championship of the World. This bout is sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr., Chairman Jerry Gormley, Board Members Gary Shaw and Stephen Katz.Deputy Commissioner John Greco, our four physicians at ringside, Dr. Earl Shaw, Dr. Eric Wormser, Dr. Dominic Coletta Jr., and Dr. Howard Taylor. Timekeeper at the bell, Roosevelt Gilbert. Counting for the knockdown seconds, alternate referee Lindsey Page. This bout is also sanctioned by the World Boxing Council, President Jose Suleiman, supervisors at ringside Mario Latraverse and Eduardo Lamazon.The three judges will be scoring this bout on a 10-point must system at ringside. They are Richie Davies, John Riley, and Sergio Silvi. And when the bell rings, the man in charge of the action, working in a world title bout, number 101, Joe Cortez. And now, ladies and gentlemen, for the thousands in attendance and the millions watching around the world,From Caesars Atlantic City. Let's get ready to rumble! ビッグマッチでマイケル・バッファーの声聞くの久しぶりって感じがしますよね。確かにそうですね。First, fighting out of the blue corner, wearing white and weighing in at 147 pounds. His professional record stands at 27 victories.including 18 knockouts with only two losses and one draw. Ladies and gentlemen, here is the WBC number four ranked challenger in the world, De Rio Piedras, Puerto Rico, Wilfredo Rivera. 3度目の世界挑戦です。ウィルフレド・リベラ。And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with black. He also weighs in at 147 pounds. In 1992, he captured Olympic gold, and now, as a professional, he has a perfect record of 26 consecutive victories without a loss, 21 by knockout, and he has won four world titles. Ladies and gentlemen,From East Los Angeles, California, presenting the former junior lightweight world champion, former lightweight world champion, former super lightweight world champion, and reigning WBC welterweight champion of the world, the undefeated golden boy, Oscar De La.オスカー・デラホーヤです。3度目の防衛戦、あの女性の声援の方がガガさん多く聞こえますね、やっぱりね。羨ましい限りですね。いやさあ浜さん、はい、ワンポイント上げていただきましょう。このリベラは相手を打ってくると軽く引くんですよね、はい、この引かれた時にデラホーヤは次何をやるかでしょうね。ここで何もできなかったらズルズルいく可能性ありますよ。
浜さん、これデラフォイア上見上げて視線合わせませんね。というのは相手のペースにならないでおこうと。さあ、まもなくゴングが鳴ります。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦。ある意味では金とはレベルが違うんだってことを見せたいんじゃないでしょうね。もうリベラは今にもスタートダッシュしそうな、そんな勢いです。レフェリーはジョー・コルテス。時間が長く感じるでしょうね。最高にいい時ですよね。もうワクワクしても。さあ、試合が始まります。まあ、見る方はそうですけどね。やる方はこれ長いと思いますよ。見方が違うわけですよ、はい、2人がね。もう僕はずっとワクワクさせていただいた方なんで。さあ、まずは軽い上下のステップをします。オスカー・デラ・ホーヤ、黒のベルトライン、そしてサイドラインが入っています。そして長めのトランクス、ウィルフェド・リベラ、挑戦者、28歳です。上背はあんまり変わらないみたいですね。やっぱり1センチ差ですね、うん、そうですね。この数字の通りのようです。ただ背中の分厚さはすごいですね、デラ・ホーヤの。つき方が違うようです。コブラが頭をもたげているような感じですよね、背中が。そうですね、本当にそうですね。相手はプレッシャー感じると思いますね。左を出していきました。デラ・ホーヤ、回避を上げるごとに大きくなりましたね、そしてパワーを ね、確実につけてきてますね、スピードを損なわずに。今最も魅力的な選手じゃないでしょうかね、総合力的にも。この辺の動きも早い。ここに左出していきます。まあ、今の右なんかモーションかけないで打つから、ああいうの当たればダウン取れますよね。左アッパーの空振りでももう見せてますもんね。空振りが見せられるっていうのは相当ですよ、本当に。そうですね、デラホイの左アッパー、あれ武器なんですよ、あれは。相手がくっつこうとした時に下から突き上げてくるんで中に入れないですね、相手からすると、はい。右のクロスから左に返していきます。うわ、このアッパーですよね、うん、だから相手を打ち込めないんですね。さっと入ろうとすると下からビューンと突き上げていきますから。ノーモーションですもんね。うん、6月にデビッド・カマグをノックアウトで下しました。これが初防衛。そして2度目の防衛戦はあのヘクター・マッチョ・カマチョ。おっと、これは判定で下しました。ダウンもしっかりと奪っています。それ以来9月13日以来ですから、およそ3ヶ月足らずのインターバルということになります。オスカー・デラ・ホーヤ、一方リベラも3ヶ月足らずのインターバル。なんとかジャブついて、ね、チャンスを伺おうっていう感じですね、リベラは。いや、リベラは気合入ってますよ。そうですね、はい、デラ・ホーヤの動きいいですけど、リベラも気合入ってます ね。先ほどのウィーテカー戦のビデオでも分かっ、ありましたけど、リベラやっぱプレッシャーかけていく方なんで、 お互いのプレッシャーの掛け合いがすごいんじゃないでしょうか。いいタイミングですね。いいですね。どうしよう、本当にこの画面から目を離すことができません。左を返していきます。左もシャープです。まあ、リベラうまいところあるんですけど、デラホイアのパンチ出ると当たればダウン取れるなという状況はありますね。なるほど、だから人気は出るんでしょうね。何かやるんじゃないかという。そうです、右のクロス、右のクロス、今のクロスカウンターなの、本当に何かやるんじゃないかという期待通りですね。またそういった雰囲気がありますよね。第1ラウンド終了です。WBC 世界ウルター級タイトルマッチ、はい、このラウンド、デラホイアの10対9です。チャンピオンが取りました。向こう側に見えるのがアルカザールトレーナーです。ジャック・ボダックさんはカットマンです。以前はこの2試合や、ここ2試合はですね、エマネル・スチュワードがコーナーについていたんですが、今回はおりません。今、名前は出ていなかったんですが、先ほど言いましたクランスリートレーナーがフロアにおります。こちらは挑戦者、リベラコーナーです。オセ・ボニーヤトレーナーです。オセ同盟ですね、WBAのフライティング。落ち着いてよく聞いています。このリベラはソウルオリンピック出場権を一旦は手に入れたことがあるんですが、プエルトリコの会長が別の選手にその出場権を与えてしまって出場することができませんでした。まあ、いわゆる政治的な力が働きまして、オリンピックは出場していません。88年4月に、すぐさまプロに転向しています。プエルトリコの貧しい町で生まれ育ったということで、その辺を這い上がるモチベーションにしてきましたウィルフェド・リベラ。これが3度目の世界挑戦なんですが、過去2度は判定に敗れています。先ほどご覧いただいた通りですから、そんなこともあるのか、リベラはノックアウトで勝つか、
少なくともデラホーヤを5度はダウンさせないと私は勝てないだろうとこう言っています。なぜならば彼はもうメディアの寵児だから、人気があるから私には不利になるんじゃないか、まあ、こういう見方になりますよね。嫌というより味わってるんじゃないでしょうか、ですから浜田さん、この気合の、入った動きにスタートがつながってるんでしょうね。もう少しあの柔らかく引きながらやるんかなと思いましたけどね、打ちに行ってますよ。打ちに行ってる、取りに行ってるという状態ですね。身元をさらってきます。ジャブ一つヘッドスリップを垂らしてアッパーが素晴らしいですね。左をつきました。デラホーヤもこの試合、まあ、リベロを十分研究してのことだと思います。危険な試合になるだろうと言っています。自分がかつて戦った他の選手と比べてもリベラは一番の危険な相手だと思うと言っています。これは最大級の褒め言葉ですね、デラホーヤにしましたら。逆に言えばそれぐらい自信があるってことかもしれないですね。あ、確かにそうですね。まあ自信があるから相手を褒めきれるんだろうね。なるほど、意外と了解します。反発のパンチはありません、デラホーヤ。まとめるときは本当まとめますからね。まとめますよね。この試合に勝てばデラホーヤは来年の2月28日フランス人の第1位の指名挑戦者がもうすでに待ち受けています。これはラスベガスの右打ち下ろしました。浜さん、今のどうですか。いや、あのデラホーヤが左に出すところ再三狙ってますからね。これいいですよ。あのやっぱ強気でいってますね。強気取りにいってますよ。はい、いや、ダウンしなければ勝てない、ノックアウトじゃなければ勝てない、これはやっぱ本音もあるでしょうね。確かに。おっと、飛び込んできました。本当さっきからジャブに右かぶせるの狙ってますね。左か右、もう少し引くのかなと思ったら狙ってますよ。強気な選手ですよね。そうですね。相当なプレッシャーだと思うんですよね、これ。やっぱデラホヤのプレッシャーっていうのは見た目で見たら。戻しました。はい、そうでしょうね。どこから相手がやっぱ来るか分からんしですね。おお、タイヤで合わせました。ちょっと抜群のタイミング、さあ引きます。田中に連打します。返してくる。距離を引きます。左に組みましたね。今右に組みましたね。でもリベラ濃い濃いでしたね。20秒です。右のクロスから肩越しから入っていきます。リーチはデラホーヤが上回っています。リングサイドお客さんが一瞬腰を浮かしました。ワンツー、さあ、かなり浮かした。強くですよ。なおも出ていきます。何かグローブの上からでも来そうですね。ゴングです、このラウンドデラホーヤの10対9です。はい、ちょっと切りましたね。あ、ドクターが出てきました。右目切りましたか。パンチでしょうね。第2ラウンドまで終えています。なお申し遅れましたが、この試合は先ほどの試合もそうなんですが、全て統一ルールで行われています。ビッグマッチでは最近こういうケースが増えています。簡単に申し上げますと、3ノックダウンルールは取っておりません。フリーノックダウン制です。それからどのラウンドもゴングには助けられません。それからレフリーだけがこの試合を止めることができます。ですからドクターが入りましても、これはドクターストップという形ではなくて、ドクターがレフェリーに勧告する、試合を止めたらどうだというアドバイスを送るだけです。最終的に試合を決めるのはレフェリーです。ジョー・コールです。今ジョー・コールです。レフリーがパンチで切れたんだという、ジェスチャーを ね、しっかり今していましたね。ということは、はい、仮にこの傷が深くなった場合は、深くなってストップになったらノックアウトということですね。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ第3ラウンドに入ります。これがバッティングで切れたというジェスチャーだったら、はい、それまでの回が重ねてもそれまでの再現になるんですね。その後すごいですね。ハンドスピードというのもパンチ自体がものすごい速さを持っています。しかも威力があります。危険な匂いがありますよ ね、 ありますね。本当に普通あれだけ の浜さん、はい、回転で打ちますと軽いパンチになるんですが、そんなことないですからね。バランスを崩さずによく打ててますね。田川さん、なかなかああいうパンチは見せられないですよね。特にやっぱりあの左アッパーですよね。おーと擦り上げるような、それでキレのある、はい、なかなか打てないと思いますよ、あの左アッパーは。第3ラウンド1分が経過しました。おっと、打ち下ろします。クロスカウンター、いいの入りましたよ。あの右絞ってますね。またかぶせていきます。オスカー・デラホーヤは95年の12月15日にここニューヨーク、ここではないですね、東海岸、ニューヨークはマジソンスケアガーデンで、レイハと戦ったことがありますが、それ以来の東海岸での試合になります。このニュージャージー州は初めてです。オスカー・デラホーヤ、
主戦場はいつも西海岸だったんですが、今回は東で戦っています。まあ、その辺はほとんどあのデラフォーニャに関係がないようですね、浜さん。うん、関係ないんじゃないですかね。それとまた雰囲気的にもアトランティックシティも本当に盛り上がりますからね。ただ香川さん、ファンの層がちょっと違いますよね。そうですね、やっぱり西海岸はメキシコ系の人が多い、で東海岸はやっぱり国民の人が多いというようなことになってるみたいですが、やはり西海岸の方が圧倒的なデラフォーニャファンが多いようです。まあ、しかし全般的にこのアメリカではデラフォーニャかなりの人気を誇っています。2回左を出していきます。ああ、このボクシングが人気が出ますよ。ですね。空振りでもスカッと見れますからね。なんか左出しました。ミゲル・アンヘル・ゴンサレスとのやり取りの中でもテクニックだけで沸かしましたからね。そういった素晴らしいスキルを持っていますオスカー・デラフォーニャ。ここのとこ強い相手連発ですからね。浜田さん、ちょっと手数が減りましたか。ちょっと今見てますね。やり右を打って左を持ってきました。今のはややまあオープンフロー、見た目よりは効かないパンチなんですけどね。はい、まあ盛んにリベラとすると左構えに変わったりして、いろいろやってますね。インサイドのワンツー、小さなワンツーだったんですが、見事に放った瞬間にヒットしています。第3ラウンド終了です。このラウンドデラフォーニャの10対9です。はい、今こちら側に映りました画面、今切れてしまいましたが、デラフォーニャのお兄さんです。お、思ったより開いてますね。ウィルフレド・リベラ、プエルトリコです。パンチで開いたやつですからね。ですから、リベラのアイドルはかつての先ほど田中さんおっしゃってました、レナード・ジュラン、それから地元ですねプエルトリカンのウィルフレド・ゴメス、こういったところが自分のアイドルなんだと言っています。僕が子供の頃にワウワウがあったらと思いましたよ本当に。はあ、ゴメスなんか毎試合見れたんでしょうね、きっと。もうあれでしょうね、専門誌が出るのをイライラして待ってたんでしょうね。香川さん、本屋並んじゃいましたから僕も。そうですか。今でさえワウワウの他に海外からテープを取り寄せていらっしゃるそうですね。はい、自分のルートで、もうマニアです。さあ第4ラウンドです。プレッシャーをかけています。出てきましたね浜さん。逆にリベラの方が、自分の方がですねプレッシャーをかけなければいけないんだと言っていました。相手にこう見る暇を与えないような、ただプレッシャーなんだ、プレッシャーなんだと、これを強調していたんですが、ちょっと逆にこの辺はかけられますね。ただまあやっぱりデラフォーニャのこのスピードからすると、やっぱりリベラ、今のところ相手に負けないように、負けないように合わせることで精一杯なところありますね。まあデラフォーニャのパンチ力は確かに認める、しかしスピードも確かにある、だが私が戦った中では彼のスピードは一番ではないと、これ誰を指しているのかわからないんですけども言っています。その辺が自分のアドバンテージと言えるところからもしれない。まあ、やっぱりウィテカーの話じゃないですかね。でしょうね、スピードではね、はい、やっぱりウィテカーが勝ってるかもしれません。ただトータル的なものをね見ましたら、スピードもいろんなスピードありますからね。動きのスピード、パンチのスピード、そして、全体的な流れのリズムのスピードですね。一概には一つでまとめるのは難しいですね。これだけ腰が入りながら最短距離で来るパンチを打てる選手はなかなかいないですからね。そうですね。お、左いきなりのアッパーを突き上げて右を打っていきます。26戦全勝 21KO、 オスカーデラフォーニャ勝っていきます。挑戦者リベラ、リベラの方も右をかぶせた後が続かないですよね。どうしていいか分かんないっていう感じですよね。本当にオスカーデラフォーニャ、おっと食らいます。左は斜め下から振り上げるような感じの左です。デラフォーニャ、リベラリ先手先手ではないんですけど強気にいってますよ。やっぱり気合入ってますね。ダウン取らなければ勝てないという、そういった最初からの自分で自分にプレッシャーかけてますよね。はい、よく動きます。しかしこういう手を出せない時間帯もジャブを出しているわけじゃないんですよね、デラフォーニャは。それなのにジャブを出しているかのようなプレッシャーを与えられるというのは相当雰囲気があるんだと思うんですけどね。そうでしょうね。インサイドから一発入れました、リベラ。
非常に浜さんリベラもこう来ました、落ち着いています。こういう選手っていう感じは受けなかったですね、ウィテカ選手からは。さあラッシュします、思い切り強烈な右です。ちょっと左構えに変わったところですけどね。さあ立てるか、膝をついただくか、立ち上がりました。素晴らしいタイミングで右を放っていきました。さあフェイントを入れまして襲いかかります。あとわずかにあります、時間残っています。ゴングには助けられません。おーっとブロックしました、ダッキング。感情はいいですね。しかしダウンがありました挑戦者。このラウンド10対8ですね。はい、田川さん素晴らしいタイミングでしたね。しかし逆に言えばリベラの我慢強さは最後すごかったですね。本当にあっさり立ってきましたね、最高のタイミングですよ。もう回り込んだと思ったんでしょうね。 あそこに届くとは思ってなかったと思いますよ。右が眉毛が2つに分かれてしまったようなそんな傷になっています。しかし出血量はないようですが、血はあんまり出てないですね。ジョー・コルテスが声をかけています。さあご覧いただきましょう。サッコー構えから右に回るんですね。これ回って、デラホヤの足腰がいいからあの距離打てるんですね。これ普通はですね、サウスポーがやる場合に相手の左側、要するに外側ですね、回るやり方なんかうまく回ったつもりでいたんでしょう。リベラは素晴らしいバランス感覚を持っています。オスカー・デラホヤダウンを奪いました。さあ第5ラウンド一気にいきますか。オスカー・デラホヤWBC 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦、力強いフェイントです。デラホーヤ慎重に、慎重ですね、本当に、ダウン取った後の割には。まあそれはですね、リベラの雰囲気があると思うんですよ、要するにリベラがどれだけ、打ち返せる力が残ってるか。なるほど。というのを見てるわけですよね。先ほどのダウンの後も落ち着いてましたからね。あの辺もしっかりと一つ勝負かけましたけどね。そういう意味では24歳にして老練なテクニックを持っているという感じですかね。デラホーヤ、まあ普段はそのおっとキャンプ中はですね、往年の名チャンピオンのビデオをかなりじっくりと見るそうです。おっと右パチンたたります。リベラ右かぶせていきます。左を返しました。速いスピードです。一瞬のまでこの距離を詰めてしまいます。左いいダウンですね。いいストライクです。ついていきます。パンチを固めます。ここら辺は距離を置いています。右のクロス速いですね。足で左右にステップしていきましたね。一つフェイント入れて、この辺はパーリング、ブロッキングします。どうやって最高の角度で入れてやろうかっていう感じが漂ってますよね。確かにそうですね。サークリングしてる間も届きません。クロス左、アカデミックなボクシングですよね。アカデミック、なるほど、ナイスボディ、大ボディブロー。今ちょっと低いぞと言われたんでしょうか。そうみたいですね。一つ注意があったんですね。そんな注意されるのね。ジョー・コルテスはもともとローブロー厳しい選手なんですよ。私も現役時代限定されましたけどね。あ、そういえば浜田さんおっしゃってましたね。はい、シルス、そうですそうです、ね、ナイスで、あ、これは低いでしょう。これは低かったようです。しかし何か不気味にぐらい落ち着いてリベラは戦い続けます。いや、気が入ってる証拠なんですよ。そうなんですね、集中できてるんですね、だからデラホヤの回転が速いんですね。その回転で競争するんじゃなくて、デラホヤの何発かに対して一発いいのを狙いたいという気持ちなんですね。このオスカー・デラホヤをどうぞ、最後から、来ましたね。モーションかけられてくるから避けにくいですね、あのパンチは。このラウンドもデラホヤのラウンドですね。はい、まあ、かつてのモハメド・アリが蝶のように舞い蜂のように刺す、舞うシーンはそれほど見せないデラホーヤですが、刺すシーンだけはいきなりそんな感じありますよね。モーションかけないですよね。
いろいろなこう試合をご覧になっている香川さんはどうですか、デラフォーヤみたいなタイプというのを勝って見たことあります？僕はね、むしろすごい臨機応変な選手は、臨機応変な選手だと思ってきたのは、はい、トレーナーがロバート・アルカザールからヘッセリベロになって、エマニュエル・スチュワートになって、またアルカザールに戻りましたよ ね、そのたんびにスタイルがちょっとずつ変わっていったのが僕は印象的だったんですよ。ヘッセリベロになったらアウトボクシングをするようになって、ヘナラ・エルナンデス戦みたいにディフェンシブに動いてもこれだけできるんだっていうのを見せつけて、でエマニュエル・スチュワートになればデミット・カマウの時みたいにガンと右を打ち込むスタイル、で今回また元に戻ったってことで、非常に器用な天才のような気がしますね。確かにそうでしょうね。秀才と天才を兼ね備えたような選手ですね。そういう意味では今までこういうタイプっていうのはあったかなっていう気がしますけどね。まあカルロス・サラテなんていうのは僕らそういう天才のイメージありましたけどね、70年代においては。第6ラウンドに入っています。中盤です。 WBC 世界ウェルター級のタイトルマッチ、第4ラウンドに素晴らしいタイミングのダウンを奪っています。デラフォーヤチャンピオン。トレーナーは変わりましたが、最終的に今現在戻したのが、自分が若い時から見てくれているアルカザールトレーナーです。やはりその辺は自分のこうファミリー的なものを、自分の父親を含めたファミリー的なものを大切にしたようです。まあ、実際この辞めてしまいましたけれども、スチュワードが入っている時にもサブにはついてたんですよね。アルカザールはずっと残ってたみたいですね。残ってたんですよね。見続けておりましたから、やっぱりそういったところも考慮したようです。まあ、いろんな噂がエマニュエル・スチュワート辞めるときは飛び交いましたけど、ね、やっぱりまあ最終的にはお父さんとうまくいかなかったってことみたいですね。ヘビー級 のチャンピオンのルイスの方に時間を割いてしまったのも、父親にしてみれば面白くなかったようです。まあ、親子高がいかに多いかってことですね。アメリカのボクサーが多いですよね。このデラフォーヤ3代にわたるボクシングクラスで神、それからこのリベラもそうです。まあ、プロにはお父さんはなりませんでした。アマチュアの戦績19戦全勝で、ボクシングをやめているお父さんを持っていますリベラ。第6ラウンド半ばですが、浜さんこのラウンドどう見ますか？どっちかというとデラフォーヤの方がちょっと動き出しましたからね。リベラの方が攻めよう攻めようという気で言ってますよね。もう少し4ラウンド以降デラフォーヤ行くんかなと思いましたけどね。あのダウン見ましたらもっと行ってもいいかなという気がしますね。なぜこれ行かないんでしょうね。リベラのですね、打つ雰囲気を感じてるんでしょう。ただそれでも行けば行けると思いますけどね。そういったところでは慎重なところもありますよね。そうですね。割と序盤のナックアウトを逃すと流しちゃうことが最近多いですからね、はいはい、デラフォーヤ、まあ例えば、まあ、ヘビー級ですからレインに出すのはちょっと分からないんですけど、はい、マイク・タイソンなんかだったらダウン取ったらもうお構いなしですよね。行きますね、シャニムに行きますからね。そうやって、相手のダメージがちょっとでもひるんだと思ったらもうその回で勝負しますね。そういった面、デラフォーヤは常に計算しているボクサーであるんですね。攻めたら自分にどういったリスクがあるか、ね、確かに計算高い感じはしますね。特にここ何戦かそれはありますね。やっぱりこのチャンピオンとしてのプライド、それをずっと守り続けなければいけないというそういったものが生まれてきているんでしょうかね。なんとも言えませんが、第6ラウンドはいかがでしょう。このラウンドリベラの実体9です。リベラですか、はい、初めてですね、ですリベラに入れましたのは、はい、これが先ほどから話があります、クランシーさんですね、トレーナー、まあ、アルカザールチーフトレーナーへのアドバイザーなんだと言ってますね。デラフォーヤ本人ではなくアルカザールのアドバイザーだということで招いたみたいですね。まあ、アルカザールさんに自信と経験を、彼は与えてくれるだろうとこのようにコメントしています。これ何かこうなんか塩に見えますけど、口止めなんですが、なかなかこういうものなんですかね。粉状というか結晶状のものをなかなか見ませんよね。こういうの見たのは私は初めてですね。そうですね、僕も初めて、ただその割かどうか知らないけれども、はい、血はよく止まってますよ ね、 止まってますね。傷の割には出てないですよね。なんか新しいものなんでしょうか。第7ラウンドです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、
現在4階級制覇、そしてこのプロとしましては最終的な目標は6階級制覇を掲げています、オスカー・デラ・ホーヤ。そのプロセス、過程の一つの試合であります。このタイトルは3度目の防衛戦。一方のリベラ、ここまでよく戦っています。この試合というのは人生、生活を変える大きなチャンスなんだと言い切っています。夢を手に入れることができるんだ、この試合でタイトルを、そして勝利することによって人生は、自分の人生は、家族は素晴らしいものになるんだと言い切っています。まあ、確かにそれはそうでしょうね。まあ、前座でああいう試合をセミファイナルで見せつけられると、どんなこともボクシングには起こり得ますからね。そうですね、そうですね。あ、それデラホーヤ、おーと左打ちた。デラホーヤもあのシーンを見ていたことでしょう。来年自分とやるかもしれないというあのテリーノリスがなんと敗れてしまいました。左です、右、あえてかぶせていきます。左を出しました、ウィルフレッド・リベラ。確かにデラホーヤは相手のボクシングをすごくこう尊敬したところからまだやってますよね。倒しにかかってなく、まだこう打ってくるだろうっていう感じで。本当にそうですね。おーっと、激しい動きを見せます。いや、気合が入ってますね。ちょっと血流れてきましたかね。出れ出しました。あ、そうですね、少し出てますね。流れてきましたね。まあ、ただそれがあの目に入らなければですね、おー、もういいクロスカウントですよ。右ですね、はい。あ、下がります、デラホーヤ下がります、右、やっぱり一発はデラホーヤの方が数段上ですね。はい、右のクロスです、デラホーヤのクロス。あ、また細そうですね、かなり出てきました ね、 そうですね。出血がまた始まっています。これが目に入ると本当に見えにくくなるんですね。左です。これブロックしたようですけども、かなり強いパンチです ね、 そうですね。ガードごと吹き飛ばしてる感じですね。本当にそんな感じですね。右のストレートもよく伸びます。クロス気味にかぶさっていって肩から当たっていきます。左から右、おー、今のは避けて避けて、そこで来ないだろうと思うときにまた来るんですね。はいはい、それはやっぱりデラホーヤの一枚上なところですね。今の右最後で一発で止まりましたけど、浜田さん止めたのはリベラの動きっていう、あ、デラホーヤのパンチですか。はい、あ、できればもう行きたかったです ね、 そうですね。向こうで押してればダウン取れたと思いますけどね。というのはリベラは、引いて引いて、そこで打ち返そうとするところがあるんですね。あ、そこをうまく打ったんですね。警戒したんですね。第7ラウンド終了しました。このラウンドもデラホーヤの10対9です。ダウン取ったのもちょうどこう卓球から上がってきたところに右差し込みましたからね。ジャブついてちょっとでもリベラのペースになろうとしたらもうガーッと引き戻しますね。デラホーヤは確実に、少しも渡さない感じがしますね。どうでしょうね。ちょっと今ドクターとかあるいはレフェリーがチェックに入っています。今顔を見せていましたリングドクターはハワード・テイラーさんだと思いますが、あまりその傷口が開くようなことがありますとちょっと心配です。さあ、かなりのファイトマネーがこの試合にも例によってオスカー・デラ・ホーヤかかっております。今年のスポーツ選手の収入ランキングの中でなんとこのデラ・ホーヤは第3位にランキングされています。まあ、NBA のマイケル・ジョーダン、それからホリフィールド、さらにその次ですから、これすごいことですよね。重量級で、まあ、試合の数は違うんですけど、タイソンより前に来ているわけですからね、すごいもんですね。 F1 ドライバーのシューマッハが4位、5位にタイソンです。デラホーヤ38ミリオン、1ミリオンがまあ100円かけたとして1億円ですから、38億円、当然今の円換算はもっともっと上がってるはずです。50億近くですとてつもない爆弾、おーっと、いかんだ、そうだ、いいですよね、右誘っといてですからね、相手の右出させるようにして一瞬早く狙ってましたからね、右を。この短い間ですごいやり取りがあるんですね、この距離で。さあ、右を出していきます。しかしリベラもタフです。いや、それ気合い入ってるもんなんです ね、 すね、一発入れたい、一発入れたいと、むーっと、その辺を十分承知しているからデラホーヤも無理に深追いはしません。
これだけ自分がどうしていいか分かんない状態になるとかなりフラストレーションを起こすと思うんだけど、そうでしょうね、耐えてますよね、着実にチャンスを伺おうという決意した顔ですよね。それについていきます、こなします。それがありますのでチャンピオンのオスカー・デラ・ホヤとしても容易にいけない、そんなところでしょう。行こうと思えばいけそうな雰囲気はありますよね。多分いろいろ試してるんじゃないでしょうか、頭の中で。あーはーはーはー、つまりそれだけ神田さんがおっしゃるように余裕があるということですか、ここまでは。まあ、よある言い方をすればボクシングを楽しんでるっていうのかな、はい、まあ、そこまで余裕はないと思いますよ、もちろん。ただいろいろ試そうとか、そういうことはあると思います。なるほど。ああ、左、離れます。同じボディ、このボディボール、いいカウント、いいパンチが入りました。ダブルに持っていきました。今のはボディーボールから左アッパーいきましたね。両方ロングレンジで同じスピードできましたからね。あのコンビネーション今日初めてじゃないでしょうか。しかも両方ともヒットしています。あの角度で2発来られたのが2発目を避けられないんですね。素晴らしいテクニックです。またよく耐えてますよね。本当にそうですね、デラホヤが褒めるだけありますね。いいチン、顎を持ってると、うん、デラホヤ分析しています。その通りです、うん、たまにいいパンチをもらってもあいつは倒れないんだと言っています、オスカー・デラホヤ。ダウンは奪いましたが、その後パンです。いいボディブローでしたけど、効いてないぞって。本当にそうですね。あ、ちょっと失血でしょう、これは。そうですね、この右前の中をカットしています。中というよりもその外に出てきてしまっていますが、ドクターがチェックします。試合終了です。レベリーのジョー・コーテスが試合をストップさせました。あっと、これはもうちょっと見たかったですけどね。デラホヤ次何かするんじゃないかという雰囲気を持っていて、そしてリベラも一発まだ狙ってましたからね。しかしデラホヤは大喜びです。3度目の防衛戦成功です。勝利で飾りました。まあ仕方ないですかね、傷の長さも深さもありそうですしね。ですね。この表情です。この表情でも女性のファンが大きな声を出してしまいます。ああ、もうこちらもしょうがないかというような感じで、勝負あったのかなという表情を作っています。3度目のチャンスを与えられましたリベラですが、オスカー・デラホーヤに8ラウンド、今のは8ラウンドですね、8ラウンド途中で、止められています。アメリカニュージャージー州アトランティックシティコンベンションホールと東京のスタジオを結んで皆さんにお送りしていますが、オスカー・デラホーヤは3度目の防衛に成功しています。この後インタビューがおそらくデラホーヤに行われると思います。それを皆さんにお聞きいただきたいと思いますが、まもなく始まるようです。綺麗な顔してますからね。試合前とあんまり変わってないですね。本当にそうですね。こちらはやっぱり試合後という感じしますね。出血自体はさほどじゃなかったですからね、欲を言えばもうちょっと見たいかなという感じは本当にしましたけど、はい、Ladies and gentlemen, referee Joe Cortez acting on the advice of physician at ringside Dr. Howard Taylor has to call a halt to the bout because of a severe laceration suffered over the right eye of the challenger. The winner by TKO victory and still the undefeated welterweight champion of the world, the golden boy, Oscar De La Hoya. 8ラウンド2分47秒 TKO 勝ちです。やはりドクターの判断があったようです。ハワード・テイラーさんがもう続行は厳しいだろうと、レフェリーに告げました。それを受けましてジョー・コルテスがこの試合をストップしています。大観衆がこの一戦を見つめました。最後は、すっきりちょっと しづらいという感じだったんですが、まあしかしオスカー・デラホヤのテクニックは十分に堪能できました。これは各国のプレスが、座っている席です。
久しぶりのこの東海岸でのデラフォーヤの試合、勝利で飾ることができました。まもなく準備ができましたらインタビューがおそらく始まりましょう。そしたらその声をお聞きいただきたいと思います。まあ、先ほどテリー・ノリスは敗れましたが、これでオスカー・デラフォーヤはこのタイトルを守って残ったわけです。オスカー、おめでとう。なんかあの一言インタビューの前に言いたいと言ってたんだけれども、まず初めに、そうですね、あのもう本当に素晴らしい相手だったと思います。今日はもうかなり寛大な人だし、素晴らしい人だと思います。で、彼ら の, あのグループの人たちの功績を称えたいと思います。で、あとまた俺のグループにもあの本当にあのみんなサポートしてくれたことに感謝をしたいと思います。また世界中 の, あのファンの皆さんにも、またレアホーヤのことを最高のボクサーだと思ってくれているファンの皆さんにもとにかく感謝をしたいと思います。A Cabo San Lucas, a Ramirez, Durango, México, a toda mi familia en Los Ángeles, and East LA, thank you. All over the world. All right, Oscar. Now to the fight. では、オスカー、ちょっとファイトのことをレビューしてみたいと思うんですけどね。彼、本当にすごいあの対戦者だったと思うんだけれども、まあ、これからどん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 同じぐらいの体格の選手とどうにか対戦していこうと思ってます。いや、思ってますよ、当然。そうですね、やっぱりあの体格のいい人たちと戦っていく、もうこれがもう本当第一歩というか、もう素晴らしいファイトをしますからね、やっぱり大きい人で、まあ、彼は素晴らしかったですよ。あの記事を見たときに、ここであのすぐ止められちゃうと思いました、試合。いや、できれば止めないでほしいなと思いましたね。できれば僕としても同じ体格の人で、同じ力を持っているような人とあの対戦していく経験というものを味わいたかったのですから、あのとにかくもう僕もかなり力を今日は出せると思っていたんで、すぐ 2,3 ラウンドで止めなくてよかったと思います。どうやらあの自分でいつもあの右の方の右目を狙うということを意図的にしなかったような感じにしますけれども、でですね、普通あの対戦者と普通ファイターというものは傷を見るとそこを狙ったりとかするんですけれども、僕は血を見たときに当然ちょっと 2,3 秒はあの興奮したんですけれども、自分でちょっと待って、あの落ち着いて、それでノックアウトはいずれ来るんだし、判定も判定もいずれ決まるんだから、ちょっと待てと自分で気を沈めたわけです。ラウンド中にどうやらトレーナーのアルカザールさんがあの何か言ってたような感じが、クランシーさんも言った、どうやらチャンピオンらしく振る舞えと言ってたような感じがしますけれども、そうですね、うん、まあ、チャンピオンのように振る舞えと言われた時にどうしたらいいんだろうと自分で考えたんですけれどもね、シュガリー・ロビンソンとか、まあ、昔のすごいプレイヤーというかファイターを自分でいろいろ思い出しまして、どのように振る舞っていたか、いつも落ち着いていて、あんまり飛び上がったとかしないで、たとえ血を見てもあの血を狙うわけではなく、とにかく落ち着いて彼らのように戦えばいいと僕は自分に聞かせました。どうやらテリー・ノーリスはどうやらもう今回対戦相手としてはもう消えてしまったような感じがしますけれども、次にはどのように進んでいこう、次に誰と対戦したい、来年とかはあの生で防衛戦5回をこなした後にどうしていきたいと思ってます。そうですね、うん、今年97年というのは非常にいい年でありましたし、だいたい9ヶ月から10ヶ月トレーニングして、全然疲れたりとかボクシングにも飽きるということもなく、とにかく長いことチャンピオンでいたいと思いますので、そのためにはあんまり頻繁に試合をするというわけにいかないんですよ。ですからあのある程度休んだりとか、自分と家族を時間を過ごしたり、あの休みを取ったり休暇を取ったり、あと自分自身の面倒を見たり、自分の体をメンテしなければいけないと思うんです。ですからチャンピオンシップを、そうですね、 2,3 戦ぐらいあの最高でも対戦するという形を取っていかないと。そうですね、じゃあいくつか選手の名前を挙げたいと思うんですけども、候補者の名前を、ね、どうやらあのそうです、ね、トリニダードはあの154に上がってくるまで戦わないと言ったんですけれども、そうです、ね、僕も154で対戦するということは当然考えられると思います。アドバイザーや自分の弁護士、あとビジネス関連のことをあの全部賄っていただいている人たち の, あの判定によって、また評決によって自分でも考えて、自分のキャリアというものをあの長い目で見ていきたいと思っています。どうもありがとうございました。このまま続けていけばかなり長期戦の選手になると思いますよ。